何らかの失態の結果や、失態場面の想像によって生じる対人不安の一種である。恥という言葉は、かつて、覆い隠すという意味の古い言葉から派生したと考えられている。直接的にも、比喩的にも、自身を覆い隠すものが、恥の自然な表現である。恥じらい、あるいは羞恥心というのは、恥ずかしいと感じる気持ちのことである。 つまり恥を感じている気持ちのことである。日本の心理学者である菅原健介は、羞恥心が生じる重要な要因として、他者から期待される役割やイメージからの逸脱を挙げている。人間には所属欲求があり、所属した社会から排斥されないために、公的な自己像からの逸脱をコントロールしようとする。羞恥心は、他者からの期待や信頼に背くなど、 社会からの排斥を想像させる苦境場面に事故が置かれていると認識することによって喚起される制徳的な警告反応である。この期待と現実のギャップによって起きる反応は他者からの期待が現実を大きく超えた賞賛などでも生じる。罪悪感ないし羞恥心を測定するタスク A の項目シェームによると羞恥心は以下の通り4つの解釈度に分類される。 自己意識的で否定的色彩があることなど共通する要素が多く、社会的行動に影響を与える感情として、羞恥心はしばしば罪悪感と比較される。罪悪感が事故の起こした特定の行動の相対的評価を問題視するのに、対し、羞恥心は事故全体への否定的評価を問題視する。タスクを作成した JP タングニーの研究では、 羞恥心を感じやすい人は罪悪感を持ちやすい人より攻撃的で責任を転嫁しやすい傾向があるという。羞恥心は外部への帰属、他者への強い焦点、復讐といった感情や行動を発生させる屈辱感を伴いやすいからである。自分が社会的なルールや常識を知らないでルールに違反してしまったり、 自分が望むだけの成果を上げられなかったりした場合に、自分が身の置き所がなくなり、自身の内に込み上げてくる感情、情動のことと解される。これは様々な面で道徳や人道といった概念が引き合いに出され、自身の行動を適正化させていく。例えば、幼い子供であれば、トイレに行くのが間に合わず、お漏らしをしてしまったり、 また思春期前後の世代では空腹時の覆面が周囲の人に聞こえてしまったり、スポーツの技量などで友達に力が及ばなかったり、集団の中での事故にいきなり焦点が当てられたりといったような場面でこの感情が出てくる。この感情は集団の中の事故を意識するようになって初めて生まれてくるものである。成人になると性的な場面や社会的な業績、 成果といったものに、とりわけ関係するようになる。成人のナルシシズムは、恥への防衛規制と関連しているとの論があり、また、自己愛性パーソナリティ障害についても同様である。精神科医、グレン・ギャバドによると、自己愛性パーソナリティ障害は、壮大、傲慢、皮の厚い、忘却型タイプと、過敏で恥ずかしがり屋の、過敏性タイプという、 二つの液恵に分類できるという。忘却型タイプは、賞賛、選望、感謝のために、隠された弱い内面化された、恥ずべき事故とは、正反対の、壮大な事故を周囲に提示する。一方で、過敏型タイプは、他人を不当な虐待者とみなすことで切り下げを中和する。菅原は、恥と、シェームが一致する概念なのか検証の余地があるとしている。 しかしながら慣れ、高齢化、認知症の進行等に関係して薄れてくることもある。例えば明らかにモラルに違反している裏金を状態化することで恥ずかしいとも思わずに処理したり、または周知プレイのような特殊な性癖に転化して明らかに社会のルールに違反する行為などは周知心の希薄化を発生させる。ありがとうございます。